皆さんご存知、ブルグミュラー25の練習曲を使って大人のピアノ練習術をやってみたいと思います。まず今日は1番からやっていきます。素直な心、この曲もポイントは1つ、右手のレガートの練習なんですけれども、それを、まあ、あの大人の皆さんも活用できるということで、これは子どもの曲にはなっていますけども、ぜひ活用してください。まず、まあ、ポイントとしてはこのソミレドっていう風に弾く時の指を、あのよく大人の方多いんですけど、こうやってね、以前はその今は違うんですけど、ここ卵こう掴むようにとか、ここ上になんか消しゴムのっけて動かないようにってして、固定させて丸くさせてこうやって弾くっていうのを、ずいぶん前はやってたと思うんですけども、それないので、できるだけ少しこう、どちらかといえばこの膝のここに膝にこう手を置いて、このままこの膝の丸さのままポンと乗っける形でやっていただけたらと思います。それで手をこうやって力を入れて丸めない、少し指の腹で引くような感じ、ね、で5の指とかも、あのなんていうんですか、シャーペンの芯のこう先をこう尖らせてとか、鉛筆を尖らせて面積狭くではなく、ちょっとこう平たい感じ、これ今こんくらいで見えるかな、ちょっと本当はこっちで弾きたいんですけど、これこうじゃなくてこうやってください。そしてソミレドのソを、あの大人の人がやっぱりこれもやっちゃう例なんですけど、上から落下させるんですよ。落下させるんじゃなくて、どちらかといえば鍵盤にまず5の指を置いたら、あの下から上な感じ、このタッチでいってください。でこう来てからミのところでだんだん降りてって、321と少し、だからここで少し手首の回転が入る、グリングリンは良くないけど手首の回転が入ります。絶対上からこう落とさないで置いて、下からこうしないでください。これがポイントです。この練習をゆっくりでいいので手首を少し回しながら、気をつけてゆっくりレガートの練習に活用してみてください。あと注意することは、あのこの1と2と3のこの親指人差し指中指って、まあ、人間のこのまあ普段の活動でもそうなんですけど、物を取るときにグイって掴むじゃないですか。だから結構強いんですよね。この強い指たちをそのまんま4と5の指と同じ感覚でえいってやったら、それも絶対1、2、3も強くなるので、それをあのここの指強いんだっていうことで、均一に、あの強さも均一になるように、あの注意して、それぞれ5本の指に個性があるっていうことを念頭に練習してみてください。ブルグミュラーの25の練習曲、私もこのセカンドアルバムに入れています。どうぞ聴いてみてください。